アメリカ兵による一連の女性暴行事件、その再発防止策として在日アメリカ軍司令官のリッキー・ラップ中将が突如発表したのが、新たな意見交換の場とされるフォーラムです。在日アメリカ軍はフォーラムについて、日本政府と連携し在日アメリカ軍の指導層、県、地域住民が協力する建設的な意見交換の場と説明しています。昨日行われた日米の外務・防衛の閣僚会議2プラス2では、And they certainly don't reflect, the core values of the United States military. And our leadership has put, measures in place, to ensure that these kinds of things, don't happen again in the future. オースティン国防長官は、日本政府との連携の必要性を強調したものの、明確な謝罪の言葉やフォーラムの具体的な説明はありませんでした。従来発表していることとほとんど内容は変わっていませんので、これからも我々としては具体的にその透明性、実効性のある取り組みになるかどうかということは注視していきたいと思います。玉城知事は今朝こう述べた上で、フォーラムについて県への具体的な説明はまだないことを明らかにしました。新たな枠組みとなるフォーラムの創設、沖縄国際大学の前泊弘守教授は、ある意味では空手型というふうな言葉が浮かぶぐらいですね、実効性が浮かんでこない内容になっていると思います。そういうことで沖縄あるいは日本への対応はそれでしのげるというふうに思っている、まあ、そういう感じがしますね。実行されない約束、空手型と厳しく批判した前泊教授。こう指摘する背景に、アメリカ軍内での性暴力事件があります。アメリカ国防総省の調査によると、全世界のアメリカ軍の中で発生した性暴力事件は2011年度以降増加傾向にあり、昨年度は8500件余りに上っています。米軍の中のこういう性犯罪そのものを抑える手立てもない中で、日本側のこの対応だけ議論しているという、これ本質的な議論がもう欠落していることがこれでも明らかだと思いますね。アメリカ軍内部で綱紀粛正が徹底されないまま再発防止策を議論しても、根本的な解決にはならないということです。このほか前泊教授はフォーラムについて、定期的に開催すること、県知事や市町村長が発言する機会を持つことなどが必要だと指摘しています。まだその実態が明らかになっていない新たな協議の場フォーラム、その実効性が注目されます。